続きまして、先ほどのザ・サンデー夫妻中の兄弟部であります、サムライハートでございます。気をつけてください。父は、大正午のサンデーサイレンス、母は名品本場の華麗な血統につきましてはお手元のスタリオンブックに詳しく記載されている通りであります。偉大な父母に加え、祖母はオークスバダイナカール、姉のアドマイアグループはエリザベス女王杯を連覇し、母としても昨年のニカンバデラメッジを送り出しました。また海外の次はクイーンエリザベス2世カップを制し、父母が欲しむ人気を博しております。ルーラーシップは本場の弟に当たります。怪我により現役時は不完全燃焼を終えましたが、死亡部となってからはその良血ぶりが遺憾なく発揮されることとなりました。初年度3区はデビューしました。2011年には JRA 新死亡ランキングで高額種付けでの死亡部に混じり第6位にランクイン、重賞オープンでも活躍する多くの3区を送り出しました。また昨年は北海道競馬で親子高が北斗杯と王冠賞を制して同栄の二冠馬となり、中央でも肉体賞や山一パートナー御嶽ハードらが特別戦に勝利し、中央地方問わず幅広い活躍を見せてくれました。まあ、本番の安い種付けを考えれば十分な結果であったように思われます。なお本年の種付けですが期待の20万円もしくは出生条件の30万円となっております。先ほどの弟サンデー夫妻ともどもぜひ検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上、サムライハートでございました。